MVP やっぱりこれが乗っかピッチャー交代でモニターみたいな誰もやってないワンバーでも打てとか言ってはい、中西教授の虎ならチャンネルということでね、まあ翔太さんは2005年から第1次岡田政権のバッティングコーチですもんね。そうですね、大変だったですね。大変でした。大変通り越してますねもうまあ一番大変っていうか、2005年の阪神でのバッティングコーチもあるし、オリックスでも一緒にそうですね、バッティングコーチやってるんで、まあでもまだ監督もね若かったんでね、やっぱりその辺のこう他の監督の下でコーチをやる難しさっていうのは、まあ一番に主語がないそれはあるね、まあね、っていうことは我々はもう分かる、付き合いが長いんで、現役時代から一緒にやってるから、そうそう、何を言おうとしてるか、俺も現役時代ご飯とか一緒に行ったけど、でもコーチになってあれがやっぱり最初はやっぱ戸惑ったね、まあ代打どうしましょうってあれ用意させてくれ、女もあれやん、まあ、あれに決まっとるやないかいかお前あれがそこやろだもんね、代打監督勝負かけますかって、お勝負かけるねって言われて、あれ用意させてくれって言われて、あれじゃ分からへんな、俺な、最初な、まだと苦労したい、ほんま、3人ぐらい増やしといて、つながっていったら、ウェイティングサークルに出さないといけないじゃん、まあ、はいはいはい、ピッチャーとかに、はいはい、言い返したらさ、違うやろとか言って、そんなの、しょっちゅうでしたよ、でも、しょっちゅうやな、ブルペンでピッチャーでさ、誰投げ出しとんねんとか言って、一回、意があったよな、意はありますか、意があったじゃん、あのさ、ミーティングでさ、エースは最低5回まで投げたらあかんねんやとか言って、だから5回までエースは変えねえやとか言って、甲子園でさ、意がボッコボコやられてさ、3回ぐらいに、バーッとベンチでピッチャー交代でモニターみたいな誰もやってないありましたね。で次の日さ1回のさ表からブルペンも2人ぐらい投げられそったらありましたあったよな、なんで投げてへんねんとか言って3人ずら並べて投げ出して、あれ平瀬さんがさ森田隠してたんだよ嫌味で1回表からカメラね、そう嫌味で俺初回から投げ出してた作らせて、平瀬さんが一生懸命カメラ隠すんだよ、だって負けてる時なんかあれですよね、カメラ見てて投げてる準備してるやつと違うやつを言いますからね、そう代打でもそうでしょ、代打もそう、大体監督もずっと付き合ってて分かるのが、代打送る時は勝負かける時は、まあ、あのホワイトボードあるやん、はいはい、あれを見出すわけ、あで次誰行ったろうかなと思ってるわけ、ほんでこっちはもうそれ見て、あ準備させなあかんなと、でも監督の頭の中一回川上健信で忘れませんよ、川上健信で代打用意させておきますと、用意させておきます、リンと関本と暮らしてた、リンが川上健信から4割ぐらいやってた、でリンやなと思ってたわけよ、でもそこで左に変わったら右も用意させてもらったから、はいはい、関本暮らしてた、で1・2塁になってリンを出したわけよ、うん、違うやろとか言って、とか言ってわざと二人で、森田氏、凛違うんかいなとか言って、監督誰ですか、今はこやとか言って、凛座ってるわけ、スパイク履かんと、なで、今岡にさ、今岡悪いけど、次行ってくれってさ、ブーっとするわけよ、それはスパイクも履いてないしさ、バットも打ってないんで、あれすまんとか言って、今岡さんから行ってくれとか言ったら、じゃあバット持って行って、初球かなんかのスライダー、右中間に逆転ツーベースの。でもでやーってな顔して、だって今岡田思い出したけど、あのコーチ会議やって、うん、冷めて今岡にファーム追った時、ファーム追ったら上に上がってきて、うん、急に、うん、一応練習しないで下まで今岡使った時あったでしょ、あれ誰も知らなかったコーチや、俺なんで試合終わったら今岡がなんか二本か三本打って、そうね、で今日はお前何を言うとんねん、で今内軍に上げるとも何も言ってないのにさ練習も一応ね、試合前の練習にも今岡参加してないのに、いざゲームだったら今岡、えこいついつ来たって見たらね、そしたらお前何を言うとんねん、今日は今岡の誕生日やないか今日は今岡でやろうとか言ってありましたよね、あれだった誕生日で浜中がさパーム落とす時に、何のこと言えるか分からへんけど、まあ、明日は浜中ファン落とせとか言って、なんで、なんでですかってさ、お前な、野球選手でチャンって呼ばれる選手で、ろくな選手をランニアとか、浜ちゃんって言われて、それ関係あるかとかで、おいら、あんなわけ、お前、下の名前でな、お前な、行動とかな、お前、容器とかな、お前、慎太郎とかあると、お前、下の名前で呼ぶのはな、お前、親だけや。
しかし今はもうねすごいもんね、充電したね、だいぶね。いやいや、やっぱりすごいというか、でも当時のね、あれ1番赤星、うん、5番芋岡ってしたの、あれ最初のあれだったんですか、あれどう言われてそういう人で1番赤星、5番芋岡だったんですか。いやだから今岡はその勝負強いと、ほんでやっぱり金本を生かすために5番をやっぱりしっかりさせなかったということで、やっぱり5番が頼れなかったら、ね、やっぱり金本勝負してもらわれへんから、で今岡はあの時得点圏打率がもう4割近かったの、だからやっぱり金本と勝負しざといけなくないで、相手だから150近い打点上げたもんね。すごいよ、満塁なんか4割だよ、147打点じゃなくて。そうそうそう、ね、で今岡に俺聞いたんだよ、うん、満塁でお前なんでそんなに出るんだとか聞いたら、みんな満塁一番邪推じゃないですか、なんでやとか言ったら、ストライク来るじゃないですか、フォアボール出さない、だからストライク待ってたら来ますよとか言って。確かにな、発想違うないよな。俺は返さなあかんとかさ、やつはやっぱ天才ですよ、天才天才、天才派なんですね。そうそう、練習もちょっと変わった練習したのかな。スランプだった時あったじゃないですか、うん、スランプでちょっと打てなくなった時あって、急に打ち出した時あって、うん、俺、うん、ドスタイヤで俺ちょっとねこう脱弾で、うん、急に俺したら調子よくなるけど、ドスタイヤだ、いやちょっとですね、高橋由伸のですね打球をこう処理した時に、右足左足のステップをしてこうセカンドで処理した時にこれだって思ったんですよ。えと思って、しかし由伸のバッティングを見てそういうあれ思って、いや違います、自分の守備でのステップでこれだと思って、バッティングにこれだと思って、そっから調子上がってきたんですよ。しかし今岡田さん監督でさ、今がバッティングでしょ、うんうん、打撃陣大変だよな。まあその間に水口があるじゃないですか、まあ、水口が一番しんどいよ、一番しんどいしてるじゃないですか、まあ ね、うん、まあでも今岡はやっぱ勝ってましたからね、ちょっとね、岡田さんとか勝ってたからね、あのティーバッティングなんだけどさ、振らないのよ、こういう風にやってるわけよ、ずネクストのイメージね。そう、ああイメージ。真剣に振らないの。でキャンプなんかでも金本と今岡がティーバッティングしてるじゃん。金本は全力でやるじゃん。今岡は振らないの。イメージだけど、ね。あれでよく出るな、10代。今岡は練習あんまり好きじゃなかったね。タナがこうやってバーン振るけど、そうそうそう、今岡こう本当にイメージでこう、そうそうそう、軌道をこう確かめるよりこう スローモーションみたいな感じよね。ほんでさ、打ち方も試合の打ち方も決してスイング速くない、はいはいはい、ボールになんか乗っけててこうゆっくり運んでいくような打ち方やったから、ね、だから反則球は強かったよね、スライダーとか、あスライダーと強かったね、強かった。だから今でもだから要するに5番っていうところで結構重視してるんでしょうね。そうやな、やっぱり自分も5番やったし、そうですね、5番最強論、やっぱり4番を生かすのも殺すのも5番やって思ってるとこありますもんね。まあ、最近はね、ハイブリッド選手とか中心の選手でバランスよくなってると思う。いや、もうほとんどドライチね、もう選手が主軸になってるからね、うんうん、バッティング代理においてこれからこう伸びしろというか伸びるような選手というか注目選手って言います、やっぱり佐藤でしょう。佐藤ってね、佐藤、それから今年入った森下、まあ中野近本はもう数字は残っていると思うよね、うん、あとどうだろう、キャッチャーやね、キャッチャーで梅野とかあの辺がもうね2割5分ぐらい打ってくれるな、成長してくれればすごい打線になるとは思うやんね。2割5分打ってばすごいでしょ、すごいキャッチャーで、うん、で木浪とあの辺ももう、もうキャリア入りでしょ、うんうん、入団して、まあだからガタッとこう押しする数字じゃないんだけども、うん、飛び抜けた数字もいないんじゃないですか、うん、そうそうそう、全体的にね、うん、だからバランス的には今でってキャッチャーも絶対防御率落ちてきてるから、で打者が3割、パリングが3割だったらいないかもしれない、うん、今年、ああ今年ね、うん、だからそれだけやっぱりピッチャーのやっぱりあのレベルが上がってきてるから、うん、やっぱりこれからの野球陣の監督が上がってると思うけど、10決で3割いないもんね、そういうこと、うん、セ・リーグでも5人ぐらいでしょ、うん、まあね、だからやっぱ繋がりとか機動力とか、うん、今年の広島っていうのはさ、やっぱり去年26回やったかなと、もう今年70コールしてるの、でアウトになってるのも40コールアウトになってる、だから新井監督ってアウトになってもいいから走れよと、全然大丈夫だよっていうような、そんな感じで選手に野球をやらしてるから、肩や伸び伸びしてるし、肩ややっぱりこう野球を勉強中のチームやるから、その対決は面白いなと思って、うんうん、でも新井君のあれだね、本当高井のこう野球のイメージから見たらそう機動力ってあんまりそういうイメージなかったもんね、なかったよね、まあでも26個ってたらさ、高橋由伸さん言ったけど俺は1ヶ月で26個走るよとか言ってたらまあね、だからその辺でやっぱりこれからの野球ってやっぱそういうきめ細かい野球やっていかないと、なかなかホームランも30発出るわけいないじゃん、いないね、俺の時ってさ、俺の時の話したらあかんけどね、50発とかさ、なあ40発とか打ってるわけはいっぱいおったけど、まあいないもんもん、
ってないの今。まあでも本当にこう今で言うとやっぱこう 1,2 番とやっぱりこう圧倒的に強いというか圧倒的にこの数字で見て昨年との違いってやっぱフォーボール数と犠打数ですよね。そう、なんかもう打率は本当3割誰も超えてるやついないんだけど、うん、大体2割8分ね、よく打ってて2割9分前半っていうことなんだけど、だって今のタイガースの投手陣ってさ、うん、それはまあ5点6点取られるゲームもあるかもしれへんけど、ある程度抑えられるやんか、はいはい、ロースコアに、うん、だからやっぱり最初から1点取りに行ってで1点取ったら相手2点取らなあかんねやから、うんうん、2点目取りに行って相手3点取らなあかんねやから、うん、だからやっぱり投手陣と見比べての采配やと思うよ。まあ、そういう意味で言うとやっぱ基本的にまあ落合ねドラゴンズと戦ってた2005年とかのイメージがするとお互いがやっぱどっちかロースコアでいかにこうね1点差のゲームを取っていくかいう、それで大好きだね。あの2人ともバッティングでこう打て打てっていう感じのところが違いますからね。だから系統大好きやしね。系統大好き、うん、大好き大好き。ピッチャーのあれめっちゃ言う、うん、配球でもめっちゃ細かく言うもん、うん、だから今日もな牧に打たれっぱなしやないかとか言って、あ同じバッター何回打たれてんだよお前バッティングコーチの時ありました、同じピッチャー何回か完封されとんねんお前でミーティング気に来んのよ俺らの時な、選手のミーティングね、一回さ後ろの席でそうこそっとね、そう一回さ上原ってピッチャーだったっけ、あの時に上原だったっけ、もうほとんどベルトより下ない100球なんだ、あボールがね、もう85球ぐらいがベルトより下ない、でこのストライクからボールになるところの確率が 40% ぐらいあるわけ、うん、だこの見極めがすごい大方法やかな、で見極めがすごい大事やから、やっぱりミーティングでスコアラもそうやし俺もそうやし、ちょっと気持ちゾーン上げとけよとか聞いてて、ちょっと待てよ、お前100球投げて85球が下くんにあるとそこ寝ろたらええやないかとか言うわけよ、ボールを寝ろたらええやないか、ゾーン上げろって上げるボールないんやろ、そうないのになんでお前ゾーン上げて、来ないボールもあっとんねん、だから来るボール待てよと、でミーティング終わってさ赤星がさバッティングメーションと翔さん今日はフォークボール狙いですかとか言ってワンバーでも打てとか言って何も言わんわとか言って今日はワンバー打っても何も言わんからもう全部いけとか言ったら打ちよったわいやフォークってお前フォークボールなんか狙う球ちゃうやろ、そう言われたお前フォークボールじゃあフリーバッティングで打つ練習してんのかとか言ってもうバッティング練習がもうフォークなんか誰が投げとんの、フォークって全部ボールになる球ちゃうんかい、そうだから大変だよ、ミーチ君でも変なこと言われへんねん、いや正論っていうか物事をほら正論から物事見ないんで、どちらかというと裏本とか上本とか斜めのところから見たりするからねしかし頭は切れるよな、うん、頭切れるというかあの正論なんだけども、うん、正論を先に言われるところもまた切れるじゃないですか、そう絶対高いの、だから正論自分が思ってることを正論言われると裏返してくるでしょ、そう何を言うてちゃうやろって思ってたのに、自分でそうやと思ってる、思ってるのに違うやろ、そう、それは難儀ですよね、あ多分こう思ってるなんて言わさないとダメですよね、だから大体でもあれでいいのよ俺ら、そう監督関本行きますよって言ったら何関本ちゃうやろって言うてくる、関本って思ってても違う責任ちゃうやろとか言うわけよ、逆特にあのピンチとかね、あの負けてる時だったら、ね、逆言うんで、そう僕が佐々木彩と橋本だったら橋本投げらせてるけど佐々木彩絶対お前に言ってくるからなって待って橋本それが十分橋本はお前軽めでいいわとか言ってカメラでこうやって映されてやってたらもう橋剣ちゃうやろほら佐々木彩やろとかねそれありましたね、普通やったら橋本ないな、橋本一人でいいんだけどそういうような あるある面白いな、うん、でも監督の下でさ野球やってたら面白いと思う、まあ、コーチも大変やけどある意味面白い部分いっぱいあって、まあ、面白いって言うと勉強になることは多々あるけど、ね、すごい野球好きだからね、野球大好き、野球大好き、阪神タイガース大好き、ああそう阪神タイガース大好き、阪神タイガース、なんでこんなんだお前勝てるやろこれで、そうや普通にやったら勝てるやろ、普通にやったら勝てるやろ、負けるのが難しいな、いやほんまに普通にやったら勝てるやろ言うけど、この人の普通はもうちょっとレベル高いで、大変よコーチは、大変やけど勉強だったの、俺何やったの6年7年一緒に、村地グループは住宅建設資材のエキスパート、製造から販売配送工事までチームプレーによるワンストップ体制村地ということで、また皆さんね、コメント欄の方にね、いろいろと翔太さんに聞きたいこととかあったらね、コメント欄によろしくお願いします。はい、ありがとうございます。普通の人はね、先の先までしか考えない。岡田さんは先の先の先まで考えない。なんで、試合をしながら相手の監督との駆け引きを楽しんでる。はいはいはい。監督よく言うてたのは、勝つことより負けるのが難しい。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。